どうも、たつみんです。今回は個人が不労所得を作る最短ルートというお話をします。あなたは不労所得と聞いて、会社員だから自分には関係ないや、どうせ株を買えとか言うんだろうな、不動産何部屋も買うお金なんてないよ、結局20年とかかかるんじゃないの、こう思ってるかもしれません。びっくりするかもしれませんが、実は1年以内に個人が不労所得で、しかも会社を辞めて生活可能なレベルの収入を得ることは可能です。もちろん簡単にとは言いません。それ相応の努力は必要です。ただ今日紹介するものは現代に存在するビジネスとしては最短最速で不労所得を作れる方法の一つでしょう。むしろ不動産投資や株式投資をするための資金を今日ご紹介する方法を実践して作る、これも一つの選択肢として大いにありだと思います。そんな美味しい話があるわけない、そう思うかもしれませんが、別に美味しい話でも何でもなく、相応の努力をするからこそ最短最速で大きな資産を得ることができる、ただそれだけの話です。実際僕は今日お話しする方法で1日1時間しか働かずに3年で3億円近く、しかも起業してまだ5年目なのに総額で4億円を稼ぐことができています。もちろん僕だけでなく、僕の講座の受講生の主婦さん、会社員の方はじめ、声優さんなど業種関係なく最低でも毎月10万円、最高だと月300万円以上を短時間の労働で生み出しています。今回の動画ではこれらの結果を出した方法論の紹介だけでなく、儲かるビジネスの4原則、そして具体的に不労所得を生み出すまでのロードマップもご紹介します。もしあなたが早めに努力して若いうちにセミリタイア生活を送りたい、定年まで働き続ける会社員生活を絶対に避けたい、こう思っているのであれば、この動画はめちゃくちゃ有益だと思ってもらえるでしょう。逆に最後まで見ないと、楽して稼げるみたいな変な案件に騙され、借金やリボ払いのために働く生活を送ることにもなりかねません。まずはこの動画を最後まで見て、正しい知識と不労所得を作る方法から知ってください。またこの動画以外にも、働かずに仕組みで稼ぐ方法を具体的に知り、働かずに売上を上げていきたい、そんなあなたはチャンネル登録もしておいてください。では早速結論なんですが、個人が不労所得を作る最短ルート、それは自分の商品を販売して自動化するです。びっくりしたかもしれませんが、投資するより数百倍簡単です。自分の商品を販売すると聞いて、あなたはいやいやそんなの無理だって、商品にできるようなスキルがない、どうやって作るんだよそんなの、こう思いませんでしたか？安心してください。自分の商品を作るのは別に難しいことではありません。もちろん実績がなくても作ることはできます。じゃあまず初心者でも商品を作れるようになるにはどうすればいいのか、これを解説します。結論、情報を集めてキュレーションする、これだけです。キュレーションというのは、情報を選んで集めて整理すること、あるいは収集した情報を特定のテーマに沿って編集し、そこに新たな意味や価値を生み出していく作業をすることです。そして情報を集めて整理したりして、それをサービスや商品として販売する、こういった商売をする人をキュレーターと言います。現在そんなキュレーターがぐんぐん増えています。ん？このビジネスパクリになるんじゃないの？と思ったかもしれませんが、大丈夫、しっかり情報を再編集しているのでなりません。というか、むしろ今の時代に全く新しい思考やノウハウを記した本はほとんど出てきません。他にも Amazon や Netflix、Tesla みたいに新しいサービスや商品を生み出すのはもう難しすぎます。よっぽどの天才でないとほぼ不可能です。なので僕らみたいな個人はキュレーターとして活動した方が成功率がかなり高くなります。あとこのキュレーター、情報型で何を学べばいいかわからなさすぎる現代においてはすごく喜ばれるんですよね。本屋さんでこういう MBA のマーケティング必読書50冊を1冊にまとめてみたとか、話し方のベストセラー100冊をまとめてみたみたいな、まとめてみたシリーズ最近見ませんか？これもキュレーションして本を出版するビジネスです。例えばメンタリストの DAIGO さんもキュレーターのうちの一人です。 DAIGO さんは本を読んだりするのはめんどくさいけど、欲しい情報をサクッとゲットしたいという人のために多くの論文や本を買う代わりに読み、キュレーションしてます。そして YouTube やニコニコ動画で無料配信、商品としては D ラボという知識の Netflix のようなサブスクサービスを作り、生配信、そしてアーカイブが見放題というものをビジネスにしてらっしゃいます。その結果 YouTube だけで月4000万円、ニコニコ動画で月7000万円、そして自身のサービス D ラボでは月7億円以上もの売り上げを出しています。もう訳がわからないですよね。これを聞いて、それは有名人だからできたんだよと思うかもしれませんが、世の中にはキュレーターとしてビジネスをしている人がゴロゴロいます。実は僕もそのう
ちの一人です。ビジネスで売り上げを上げる方法を自動化する、そんなマーケティングの方法を教えています。結果を出すために必要な情報を集めてまとめ、自分のノウハウと掛け合わせ、コンテンツやサービスとして販売しています。学生時代の成績も240人中230位と落ちこぼれでしたし、中途採用でサラリーマンをしてた凡人出身ですが、今では年間6000万円を売り上げることができています。そして今 Twitter や Instagram、YouTube でビジネスをして結果を出している人もほとんど皆さん天才でも何でもない一般人スタートです。こういった一般人でも月に100万、200万と普通に稼いでいるのがこのキュレーションビジネスです。ダイエット、筋トレ、健康、ビジネス、YouTube ノウハウ、マーケティングなど何でも情報やノウハウをまとめてコンテンツにすれば商品は作れます。そしてその商品を自分で情報発信をして悩みを解決したい人に対してのみ販売する。これだけです。そしてこれを別名コンテンツビジネスや情報商材と言います。ちなみに中田敦彦さんや西野明弘さんがやっているオンラインサロン、その他にネットフリックスやフール、ベネッセの通信講座、ライザップもこれら全てコンテンツビジネスです。よく情報商材イコール悪と言われてますが、批判してる人も気づかずに平気で塾に行ったり、オンラインサロンやサブスクサービスを活用しています。昔は詐欺師が蔓延してたから悪いイメージが染みついてるだけで、コンテンツビジネスは今や当たり前のビジネスモデルなんです。ただ全部がいい商品というわけではないので、今後の動画で買っていい教材と買っちゃダメな教材の見分け方も解説しますね。さて、個人が最短最速で不労所得を作るには、このコンテンツビジネスを自動化する必要があります。つまり自分の作った商品が自動販売機から飲み物が買われるのと同じように、自分が営業しなくても売れる状態を作らなければなりません。このコンテンツビジネス×自動化が個人で不労所得を作る最短ルートとして最適な理由からお伝えしましょう。まずこのコンテンツビジネス、ライブドアの創設者として有名な堀江貴文さんが提唱する儲かるビジネスの4原則にぴったり当てはまります。儲かるビジネスの4原則とは、1、少資本で始められる、2、在庫をなるべく持たない、3、利益率が高い、4、定期的な収入が見込める。コンテンツビジネスはこの4つ全てをクリアしています。1つずつ解説しますね。1、少資本で始められる。普通飲食店を始めるときは土地を買って建物を建てる、もしくは空いてるテナントを借りて始めます。初期費用としては安くても100万円、広いところだと内装費含めて1000万円とかかかったりするのが普通なんですね。なのでお金を銀行に借りたりして始めるのが普通です。しかも開業しても最初の数年は出した利益を全て借金返済に充てることになるわけですし、アルバイトに払う給料も人数分出ていくんです。初期費用も高く、維持費も家賃や人件費とかなりの額がかかります。怖いですよね。もし失敗したら何百万円、何千万円の借金だけが残るわけですから。対してコンテンツビジネスというのは初期費用がほとんどゼロです。そもそもあなたの知識、経験を商品にするわけですから、すでにパソコンを持っていればほぼ0円、かかっても数千円でビジネスを始めることが可能なわけです。パソコンを持ってなくてもたった10万円から20万円で MacBook などそこそこなスペックのノート PC を買うだけでスタートできるので、飲食店の初期費用100万円から1000万円に比べればリスクも超少ないので誰でも始めやすいと言えます。ただし失敗したり諦めたりしてもマイナスを背負うことはほとんどないからこそ、すぐに諦めてしまう人が多いのがデメリットですね。続いて2、在庫をなるべく持たない。在庫を抱えるビジネス、例えば家電量販店やコンビニ、スーパーなどは、簡単に言えば売れ残ったらマイナスが出るというリスクと常に隣り合わせの状態でビジネスをしています。その代わり大量仕入れをすることで1個売れることの利益率を高めることが可能です。他にもいつ行っても欲しい商品が置いてあればリピーター獲得ができますよね。そのため安定した売り上げを出すことができるというメリットがあります。ただしデメリットの方が多いんですね。食品も家電製品も商品が劣化した場合、値下げして売るか廃棄するしか道がなくなるため、大量仕入れで得た利益も売れ残りのせいでマイナスへと転じてしまう場合があります。それだけではありません。他にも商品を置いておく場所を確保したり、品質を保つための温度管理が必要です。その家賃や電気代、維持費がかかってくるんですよね。めっちゃ怖い。対してコンテンツビジネスは在庫を抱えることがありません。注文が入ったら商品をお客様にお渡しするだけ。一度自分で作ったらその後の維持費もかかりませんから、もし売れなかったとしても何かマイナスを抱えることはありません。次は3の利益率が高い。これはこちらの寝てても稼げる方法という動画でも解説していますが、レストランをやるとすればだいたい1000万円の売上に対して仕入れ代や人件費、家賃などを引いて純粋に手元に残る金額は80万円から90万円程度と言われています。しかしコンテンツビジネスは仕入れ代や人件費など維持費がほぼかからないので、1000万円売上ると900万円は残ります。同じ1000万円の売上なのに手残りが飲食店の10倍ほど。どう考えても現代最強のチート
ットビジネスがこのコンテンツビジネスです。最後に4の定期的な収入が見込める。これは会員制のジムはもちろん Amazon プライム会員や Netflix、 他にも家賃や Wi-Fi の契約料などが当てはまります。最近は飲食店も取り組んでいますよね。ちょっと話はずれますが、クリスプサラダワークスというサラダ屋さんが最近家の近くにできたんですが、サラダのサブスクリプションサービスがすごく便利です。2022年5月現在、週2食から10食プランがあって、週10食プランだと1食あたり1175円です。めっちゃ安いってわけではないですが、スプーンで食べられるぐらい細かくされたレタスやトマト、チキンなどいろんな野菜が入った、しかもめちゃくちゃ美味しいサラダを送料無料で決まった曜日に届けてくれます。健康になれるわ、食べてるだけで痩せれるわ、買いに行ったり作ったりする面倒もないわ、ですごい助かります。これ月1万円の会員が1000人いれば、このサラダ屋さんには安定して1000万円が毎月入るわけです。賢いですよね。場合によってはオンラインだけで店舗がなくてもサラダを作る場所とスタッフさえ用意すればいいので維持費も結構低い。飲食店って基本的に利益率が高くても 8% とかなので、このシステムだとその数字を軽く超えるのではないでしょうか。このお店はきっと海外から入ってきていますが、儲かるビジネスの4原則をしっかりと守っています。話を戻しますが、コンテンツビジネス協会でもこの定期的な収入を作ることができます。それこそ西野明弘さんや中田敦彦さんがやっているオンラインサロン、メンタリスト大吾さんがやっている D ラボに、 Netflix など動画のサブスクサービス、会員でないと受けれないサービスをたくさん用意しておくことで会員も減りにくいので、定期的な収入を個人でも得ることができます。最近ではリアーズの北原貴彦さんなど、月額2万2000円で1500人を超える大きなコミュニティも出てきたりと、チャンスにあふれる業界でもあります。ただものすごく難しいのも現実です。そもそも提供できるサービスの質が高くないとダメなのと、入っていないと受けられないサービスを用意するのがなかなか難しい。そして自分が動かないと何も起こらないコミュニティだと、バンバン人が辞めていきます。おすすめはできません。まず初心者からコンテンツビジネスをやられる際は、単価の高い商品を少ないお客様に提供していく、これを意識しましょう。ではここまでで、コンテンツビジネスは儲かるビジネスの4原則、1、少資本で始められる、2、在庫をなるべく持たない、3、利益率が高い、4、定期的な収入が見込める、これらを全てクリアしていると分かっていただけたと思います。そして先ほどお伝えした通り、最短最速で不労所得を作るには、このコンテンツビジネスで売り上げを出す流れを自動化するということが必須になります。ここまで見ていただいているあなたは、まあそれは分かったけど何からやればいいんだよ、難しすぎて自分にはできる気がしないよ、初心者にもできるもんなのと若干切れ気味か少し落ち込んでるかもしれませんが、安心してください。なぜなら今日はここからコンテンツビジネスを自動化して不労所得を生み出すまでのロードマップをお伝えするからです。どんな流れで動けば結果を出せるのかが理解できますので、安心してついてきてください。ただこの動画かなり濃いので、一回見ただけでは理解するのが難しいと思います。なので何度も見返して、できればメモも取るようにしてみてください。1年後には収入も時間も増える、今よりもさらに幸せな人生になっているはずです。ではここから個人が不労所得を生み出すまでのロードマップを解説していきます。僕が実際にゼロから結果を出し、働かなくても商品が売れるまでの仕組みを作った流れになりますので、僕の後に続いてもらえればかなり結果を出しやすいはずです。細かくやるべきことを解説しますが、1回聞けば理解できるというものではないので、1つずつ実践し、わからないことがあればこの動画に戻ってくるという使い方をしていただけると結果につながりやすいです。活用してください。では個人が不労所得を生み出すまでのロードマップ、5つのステップに分かれます。1、知識スキルに投資、2、コンセプト設計、3、商品設計作成、4、販売動線作り、5、自動化。これらを一つずつ階段を上るようにやっていきましょう。まず1、知識スキルに投資。あなたが今まで人生歩んできた中で何かしら乗り越えたことってありますよね。例えば恋愛、受験、難しい仕事、人間関係など、その乗り越えてきたことがノウハウになり、コンテンツ、商品になります。ただしそのまま商品にしても再現性の低いコンテンツになってしまうわけです。結果を出しやすいコンテンツというのは、原理原則に基づいている情報をかける、それらを応用して結果を出すノウハウでできるんですね。なのであなたが恋愛でうまくいった流れをそのまま商品にしても、他の人はうまくいかない可能性の方が高いんですよ。ここで知識やスキルに投資し、恋愛の心理学や理論などを知り、それらの知識と自らの経験を混ぜ合わせる。そうすれば誰が実践しても再現可能な恋愛のコンテンツが完成します。そのために知識投資をしましょう。本や教材を仕入れて勉強してコンテンツに生かすんです。
次に2コンセプト設計。コンセプトというのはあなたが誰のどんな悩みをどんな手段で解決するのかです。これを決めないと彼氏を作る方法とかデートに誘う方法とかそういうふわっとした解決法しか提示できないので誰にも刺さらない商品ができてしまいます。例えば彼氏を作る方法というコンテンツと好きな人と付き合っても3ヶ月と持たずに別れてしまうあなたへ、長く続く彼氏の見つけ方といつまでも仲良く付き合うための恋愛攻略バイブルだったらあなたはどちらを買いますか？あなたが恋愛が長続きしなくて悩んでるという状態なら必ず後者を買いますよね。コンセプトってふわっとしてればしてるほど誰にも刺さらず誰にも必要としないコンテンツを生み出してしまうことになります。なのでしっかりとコンセプトを決めていかないといけないんですね。じゃあどうやって決めるの？そう思いましたよね。まずは過去にあなたが悩んでいたこと、そして解決したこと、その手段を思い出せるだけ全て紙に書いていってください。そうすれば恋愛なのか稼ぐ方法なのかどんなことを発信していくのか、その土台が決まります。次に過去に悩んでいた具体的な状況、そして解決に導いた道のりを書きます。例えば恋愛が長続きしなくて悩んでいた、マッチングアプリや合コン、友人からの紹介などいろんな方法を試した結果 SNS で同じ考え方の人と仲良くなってそこから恋愛に発展、結局共通の趣味があってお互いを尊重し合える関係が一番良かった、結果思ったことはすぐ伝えてサクッと喧嘩してすぐ解決し仲直り、縛り合うこともなく尊敬し合えるいつも仲良しな最高のパートナーに、という感じですね。そしたらあなたが悩み解決してあげたい相手は同じ恋愛が長続きしない人ですよね。こうやってコンセプトを決めていきます。ここが決まれば発信がブレることも商品の内容が薄くなることもないので成功確率がぐーんと上がります。ちなみに先ほどの恋愛の悩みと解決法は僕の実体験に基づいたものです。僕はビジネス系の発信をしていますが恋愛の経験もあるのでコンテンツを作り販売することはできます。なので人生経験って失敗含めてたくさんあった方がいいんですね。これも覚えておいていただきたいです。さてでは3、商品設計作成ですね。商品設計は2のコンセプト設計でほとんど終わってるので、例えば恋愛が長続きしない人に向けた商品でその悩みを抱えた人をどこまで解決に導いてあげるかを決めます。長続きする恋愛を実現させるのか、その人と結婚まで行くためのノウハウなのか、ステージに分けて商品を作っていくのもいいですね。どんな商品にするか決まったら次は商品を作りますが、その前に用意してほしいものが3つあります。1つ目は MacBook Pro です。 Windows でもいいんですが画面録画がしにくかったりといろいろソフトをインストールしないといけないのでフロート向けなんですね。なので僕は Mac の方がいいと思ってます。ちなみにスペックは14インチで Apple M1 Pro のメモリ 16GB、 容量は 1TB をおすすめしてます。24回払いまで金利 0% で購入できるので月1万円でめちゃくちゃいいスペックの PC が手に入ります。これから副業に挑戦される方はなるべく早く購入した方がいいです。2つ目は USB マイクです。なんでマイクが必要なんて思ったかもしれません。今の時代コンテンツのクオリティが低いと顧客満足度が鬼のように下がります。撮りにくいイコール勉強する気が減っていくということにもつながるので必ず音質には気を使うべきです。さてマイクですが USB-C の端子がついていて Mac に挿せば認識してくれるようなものですね。ダイナミックマイクとコンデンサーマイク2種類ありますが基本どちらでも大丈夫です。僕はオーディオテクニカの ATR2100X というマイクを使っています。3つ目、キャンバのアカウントです。キャンバという初心者にも使いやすいデザインサイトがあるんですがスライド資料を作るのに使います。テンプレートも豊富ですしプレゼンテーションというテンプレを選べば最初から見やすいスライド資料の型が用意されているのでそれをアレンジするだけで見やすいスライドが作れます。ぜひ使ってください。では次、コンテンツビジネスで商品を作る3ステップがあります。1、スライド資料を作る。2、画面録画で動画を撮影。3、セールスレターを書く。以上です。これだけであなたの商品ができます。本当はこの後にお客様に販売するために決済システムを導入したりといろんなことをしないといけませんがそれでは初心者が難しすぎて諦めてしまうのでそれらを省略して販売できる素晴らしいサイトもご紹介します。それがブレインというサイトです。教材を販売するプラットフォームでアカウントを作り記事を作成してその記事の中にコンテンツを設置しセールスレターを書く。これだけで販売ができます。普通なら自分でセールスページを作ったりストライプのアカウントを作って少し難しい設定をしたりしないといけないのですがこれらを全て省略できるので初心者が商品をリリースするときはまずこのブレインがおすすめです。しかもアフィリエイト報酬といって他人が売ってくれたら 50% 渡しますよといった設定もできるので自分で売らなくても人の力を借りて売り上げを伸ばすこともできるので活用しない手はないです。さて4、販
販売動線作りですが、コンテンツ販売だと主に2つの方法があります。 1. SNS で発信する、ファンを作る販売、 2. 広告で集客する、教育する販売、この2つです。正直初心者からいきなり広告費をかけるのは資金的に難しいですよね。なのでまず SNS で発信することをお勧めします。と言ってもフォロワーを増やせとかそういうことではなく、あなたが発信する内容に興味がある人を集めないといけません。例えばあなたが恋愛の発信をするとして、付き合っても長続きしない人をターゲットにするなら、過去に自分が同じ悩みを抱えていたこと、そしてそれを解決できていることを自分の価値として発信していきます。 Twitter や Instagram での発信が最初はおすすめです。あと SNS 運用についてはこの動画では全部細かくお伝えしきれませんが、最低限言えることは、発信するときプロフィールをしっかり整えないといけないということ。アイコンはプロにお願いして写真を撮ってもらったり、イラストを描いてもらう、ヘッダーはデザイナーさんに外注する、これは必ずやりましょう。素人感がある時点で信頼できませんよね。発信するならプロである自覚を持たないといけません。そして毎日投稿は欠かさずやりましょう。現在僕の Twitter のフォロワーが13万人いるので、この SNS の発信に関してはまた特化した動画を撮ります。チャンネル登録してお待ちください。さて SNS で発信して、あなたの情報が有益だと思ってもらい、その情報が必要な人だけをフォロワーにしていくこと、これが必ずやらなければならないことです。Twitter ならコンテンツをリツイート企画などを活用して無料配布したりして、自分の認知を増やしながら信頼を得て、最初は1000円とかのコンテンツをリリースしましょう。この人の商品はいいものだと購入者に思ってもらえれば、次に出す商品が1万円であろうと5万円であろうと必要性を感じた場合は購入してくれますからね。そうやって自分の力で収益化できたら、最後不労所得化していきます。ここまでは手動でしたが、自分が発信しているだけで売れるようになれば、1日1時間もかけなくても良くなりますからね。では5、自動化なんですが、自分の商品が勝手に売れていく仕組みを作る工程です。先ほどもお伝えしたように、この仕組みを完成させれば、あなたが SNS で発信しているだけで自動で売れていきます。どんな流れで売れるのかというと、お客様があなたの SNS を発見する、そしてあなたの発信を見て徐々にファン化する、そして公式 LINE に登録し、あなたの商品に興味を持つようになる、今悩んでることを解決できる商品が流れてきたので買う、こんな流れになります。って言われても、これだけではまだどうやって仕組み化するのかよくわからないですよね。こちらの寝てても稼げる方法という動画でもっと詳しく解説していますが、自動化するために2つ準備するものがあります。1、公式 LINE のアカウント、2、Lstepなど外部ツールのアカウント、この2つです。なぜ自動化にこの2つが必要なのかというと、自分で集客だけすれば自動で売り上げが上がるようになる状態を作り出さないといけないからです。逆にコンテンツ販売はこれらのツールを使うだけでほぼ不労所得化できます。昔からあるメルマガのように LINE でも自動で1通目2通目と指定したメッセージを送れる時代なので、 Lstepなどを使うとお客様の教育から商品の販売を自動化できます。そして僕は3年以上前からそのシステムを使っているので、1日1時間 SNS を触っているだけで毎日売り上げが出ているというわけです。この教育から販売までのコツとしては、 SNS での発信の時点でフォロワーの方をしっかりファン化させておくことが大事です。そして公式 LINE に登録してくれたら、そこからあなたが教えることをすればどんな未来が手に入るのか、そして読者が絶対に痛くない未来も想像させ、それを解決させる手段を提示し、商品をオファーする、この流れを5日間から7日間かけてコラムや動画などで流していきます。すると SNS で発信し、集客をしているだけで仕組みが勝手にお客様を教育し、販売まで持っていってくれるというわけです。なのであなたがいろんな SNS、 それこそ YouTube でも Instagram でも Twitter でも集客できるようになれば、売上が右肩上がりに伸びていきます。一つのことに集中できるので凄まじく伸ばしやすくなります。今日ご紹介した流れが現代最強の自動化マーケティングであり、個人が不労所得を得る最適な手段の一つです。仕組みを作る方法やコツ、何を学べばいいかはこのチャンネルの他の動画でも解説していますので、ぜひ見てみてくださいね。さてここまで収益化から不労所得化までのロードマップを解説してきました。どうですか？難しそうですか？もしかしたら今めちゃくちゃ時間かかるやんとか、やっぱり無理だわと思ってるかもしれません。確かに簡単じゃないんですよ。でもそれはどんな副業に挑戦しても一緒。挑戦しても 90% の人が諦めてしまうのが、結果を出すまでが難しいからです。でも大丈夫です。こんなに難しいことを伝えても途中で見るのをやめず、ここまで学んでいるあなたならできます。正直一番収益を出すのが簡単と言われている物販ですら、結果を出せずに終わる人がほとんどです。なぜならまあやってみるかと中途半端な気持ちで取り組むからです。絶対に結果を出す、理想の未来を手に入れる、このままは嫌だという思いがないと何
何やっても結果が出せません。もしかしたらあなたがここまでしっかり見てくれてるのは本気で変わりたいと思いがあるからじゃないですか。だとしたら僕が発信していることを全て吸い取ってすぐに実践してみてください。マジで3ヶ月とかで自力で稼げるようになり、1年以内には仕組み化して労働時間を減らした自由な生活が手に入ります。僕も正直初心者の時はいくら努力しても結果が出ず、会社行きながらほとんど寝ずにずっと作業してたのに3ヶ月間1円も稼げませんでした。というのもコンサルで100万円下げられて独学で頑張るしかなかったんですよね。しかも YouTube で稼ぐ方法とか検索しても5年前は何も出てこなかったんですよ。だから探り探りやるしかなかったけど、現代は違いますよね。 YouTube でもかなりの情報を得られるし、この動画でもそうですが、見るだけでも何をすればいいかは分かるわけです。なので本当にいい時代だからこそ適当に学ぶんじゃなくてチャンスだと捉えて頑張ってほしいです。本気で応援したいから毎回1週間以上の時間をかけて動画を作っています。もちろん自分が儲かることも大事ですが、仕事のやりがいってお客さんや視聴者さんから発明さんのおかげで人生変わってきましたという嬉しい報告をいただけることなんですよ。喜んでもらえるのが嬉しいからこうやって頑張れています。なのでしっかり継続して実践して結果を出してください。応援してます。大丈夫、できます。では今日の復習です。個人が不労所得を作る最短ルートイコール、自分の商品を販売して自動化する、そして自分の商品を作る方法はキュレーターになるです。情報を集めてまとめる、そしてコンテンツに落とし込む。これはメンタリスト DAIGO さんが本や論文をまとめてノウハウ化したり、中田敦彦さんが本や最新の経済ニュースなどを分かりやすく解説して発信してくれてます。そして月額サービスでマネタイズ、これがキュレータービジネスでありコンテンツビジネスです。次、堀江貴文さんが提唱する儲かるビジネスの4原則。1、少資本で始められる。2、在庫をなるべく持たない。3、利益率が高い。4、定期的な収入が見込める。そしてコンテンツビジネスはこれら全てを満たしているビジネスである。最後に、個人が不労所得を生み出すまでのロードマップ。1、知識スキルに投資。2、コンセプト設計。3、商品設計作成。4、販売動線作り。5、自動化。この5ステップをこなすこと。商品作成をするために用意してほしい3つのもの。1、MacBook Pro 14インチ。スペックはチップが M1 Pro。メモリ 16GB、HD 容量 1TB。2、USB マイク。コンテンツは最低でも音質がいいものを提供する必要があるから。僕が使っているのはオーディオテクニカの ATR2000X です。3、キャンバのアカウント。スライドを作成するためのツールで、初心者でも非常に簡単に見やすいスライドを作ることが可能。簡単にでもスライド作成の基礎基本くらいは学んでおくとなおよしです。最後に自動化するために必要なもの。1、公式 LINE のアカウント。2、Lstepなど外部ツールのアカウント。これらのツールを使うことで売上を自動化することが可能である。昔からあるステップメールと同じく LINE で顧客を教育し商品を購入していただく。この仕組みを完成させれば1日1時間労働まで減らすことができるという話でした。さて、概要欄も見てくれましたか？ 90% の人が稼げないままで終わる中、あなたは稼げる 10% になり、自動化して毎日ゴロゴロしてても他の作業をしてても売り上げが上がる。気持ち的に楽な生活が欲しいですよね。概要欄から登録できる、すでに8000人以上が学んでくれているこちらの公式 LINE がもう大好評です。毎日たった1時間労働で年間6000万円稼ぐ僕が鬼のボリュームで無料プレゼントを渡しています。稼げない 90% の思考を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝える、がっつり稼ぐノウハウまで丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを最初にプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分期間限定で無料配布しています。この動画を見て自動化までの流れは分かったけど、もっとしっかり理解したい、これを機に本気でコンテンツビジネスに取り組んでみたい、初心者だけど徹底的に基礎から学んで結果を出したいというあなたは、配布停止してしまう前に動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルでは、ストレス社会で働く毎日うんざりしているあなた、家族や恋人との時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず、好きな人たちと過ごしながら自由な人生を送る方法が知りたい方は、動画を見逃さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。